宿題って本質的には僕ほぼ無意味だと思っていてあの宿題がじゃあできる子って分かってる子なんですよ。じゃあこの問題を明日までに解いてきくださいねっていう子供はそれが解けるのはもう分かってる子だから分かってる子に宿題させても意味ないんですよだって分かってんだから。で問題は分かってないやつに「あなた分かってないよねじゃあこれをちゃんと分かるようになるまで教えましょう」ってやるべきでなので宿題はできないやつを 見つけ出してそのできない子に対して分からない部分はここだったらこうやって考えるんだよっていうのを一人一人個別に教えるために宿題はあるはずなんですよ本来はでも日本の場合ってじゃあ宿題やってきましたでも間違えてましたって言ってもそれで終わりなんですよ あのそのそ宿題っていうのは間違いを見つけ出してその間違えた子供どその指導するためにやるのに単にその宿題に間違えたあった子供っていうのでまた新しい授業が始まっちゃうんですよ。っていうのでその宿題のやり方自体も間違えてるんですよね日本の教育は。でもなんとなく宿題は何かやっとかなきゃいけないよねってなっちゃってるじゃないですか。で僕宿題やらない子だったんですけど勉強できる子だったので何の問題もないってい。っていうこともあの今合理的に話すとじゃあなぜ宿題が必要かって分かったじゃないですか。 でもじゃあその宿題がなぜ必要なのかっていうシステムを学校の先生も本当は教わってるはずなんですよ教,育教職課程の時に。要はその一人一人の進捗を把握するために授業中だけでは分からないのでそのテストだったり宿題をやることで一人一人の学習の進捗を知ってで遅れてる子にはちゃんとこう追いつけるようにするっていうのは多分一応教育実習でやっとかそのなとかあの教職を取る時にやってるはずなんですけどでも実態としてはもうそれは全然使われてないんですよね。な、まあ、なんとなく宿題だ のが当たり前になっててでなんとなく帰ってきて点数つけたりとか。宿題やったの、ね。の前はいオッケーみたいになっちゃってるっていう。